オルタード・カーボンは2018年から2020年に配信されたアメリカ合衆国の SF テレビドラマである。リチャード・モーガンによるサイバーパンク SF 小説シリーズである、タケシ・コバッチシリーズに基づき、データ・カログリリスによって制作された。360年後の未来、人類は遠く離れた7つの植民性に居住している。植民防止は保護国と呼ばれる機関により統治され、 クタクが生還の警察機能を果たす。人間の精神はデジタル化され体内のスタックと呼ばれる装置にバックアップされる。精神がスリーブと呼ばれる別の肉体に転送されることで手は回避され、高速を超えたニードルキャストにより別の惑星に精神を転送することもできる。人類に先立ちすでに滅びた高度文明の存在が知られている。 主人公のタケシ・コバッチは、日本人と東欧人が植民した惑星ハーランズ、ワールド出身で、特殊訓練を受けたエリート兵士エンボイである。原作と比べ、エンボイ、レイリーン、クーエルクリストの設定は大きく変更されている。上記の設定及びシーズンごとに舞台となる惑星が異なるため、キャストの大部分はシーズンごとに入れ替わる。シーズン1は10エピソードからなり、 2018年2月2日にネットフリックスで公開された。シーズン2の制作が2018年7月に発表され、アンソニー・マッキーが主演し、2020年2月27日に8話が公開された。2020年8月、高額の制作費を理由にシリーズの打ち切りが発表された。小説シリーズ第1部、オルタード・カーボンに基づくが、 大幅にストーリーが変更されている。植民惑星、ハーランズワールド生まれのたけしコバッチは、少年時代に、クタクにスカウトされ、兵士として成長するが、やがてヤクザの手下になっていた妹レイリーンと、再会し、共に脱走して保護国のお尋ね者となる。クーエルクリスト率いる反乱軍に身を拾われて、特殊訓練を受け、凄まじい洞殺力と高い状況順能力を持った。 エンボイとなる。しかし、反乱軍は、たけしただ一人を残して全滅し、たけしも逃亡の果てに捕獲されて、保存刑を受ける。歴史の中で、反乱軍は、残虐なテロリストとして扱われることになり、しかし同時に、エンボイは、その特殊能力から、伝説的な存在となっていく。地球では、一部のメトと呼ばれる符号は、スリーブを取り替えて、数百年も生きて、 権力を握り続けるが、貧者は新しいスリーブを購入して蘇ることもできない。目とは天空に浮かぶアイリウムに住み、地上に住む一般民を見下す。スリーブの破壊は一時的な死に過ぎないが、スタックの破壊は真の死となる。しかし、富裕層はスタック以外にも定期的に自分の精神をバックアップしており、RD すら乗り越え不良の事故に備えている。 新カトリック派の人々は信仰上の理由で転生に反対しスタックに宗教コードを書き込んで転生拒否の意思を示しているが殺人事件被害者ならば新カトリック教徒であっても一時的に転生させて証言させようとする653号法案が提案されている犯罪の主な処罰はスリーブへの転生を遅らせる保存刑及び 真の死を施す消去系である。250年後、たけしは地球の見知らぬスリーブの中で目覚める。大富豪のメトであるバンクロフトが粒子ブラスターで頭部を吹き飛ばされ死亡し、バックアップから転生したバンクロフト自身が、その操作のためにたけしを保存系から仮釈放させている。記憶の定期バックアップ直前にスタックが破壊されたため、バンクロフトは 死亡前48時間の記憶を持たず、状況から自殺だった可能性も高い。しかし彼はもし自殺するなら、転生しないよう確実に実行するという自身のプライドから何者かに殺害されたという確信を抱いており、完全な斜面と大金を成功報酬として犯人を突き止めるよう要請する。たけしは拒絶するものの、正式な回答までに与えられた。 猶予の一日を過ごす間に襲撃を受け、捜査を阻もうとする者の存在を知り依頼を引き受ける。一方、事件を担当していた、クリスティン・オルテガ警部補は、バンクロフトは自殺したと結論づけていたが、転生後のバンクロフトから圧力を受けて、キャリアを脅かされ、また、タケシが使っているスリーブが、オルテガの同僚かつ恋人のライカーのものであるため、タケシの動向に目を光らせる。 死ぬ前のライカーは、幼馴染みの娼婦が落下死した一件を調べていたが、スタックに転生拒否を示す宗教コードが書き込まれていたため、転生させて、証言を得ることは法律上できず、突如、区宅長官殺害容疑で逮捕され、保存刑となっていた。オルテガの出費で保存されていたスリーブをバンクロフトが買い取り、タケシに与えていた。タケシは、 様々な妨害を受け命も狙われるが、小婦落下死事件が、バンクロフト事件とも関わりがあることを見抜く。やがて武氏はかつて反乱軍を裏切った妹、レイリーンが生きていて、非合法の売春娯楽施設を運営するメトになっていることを知る。バンクロフトが売春婦に、真の死を与えた事件をもみ消すためにレイリーンが主事の犯罪を犯し、これを恥じた。 バンクロフトが自殺していたことがわかる。タケシは妹を倒し、妹とバンクロフトの犯罪の犠牲者たちを救い、ライカーのスリーブを返し、クーエルクリストが生きている希望を持って、彼女を探すことにする。小説シリーズ第3部、ウォークン・フュアリーズに基づくが、大幅にストーリーが変更されている。バンクロフト事件の30年後、女性のスリーブに入っていたタケシは、賞金稼ぎ、 トレップに殺され、生まれ故郷のハーランズワールドで、軍用スリーブの中に目覚める。ハーランズワールドは、少数の建国者たちが、謎の先住種族エルダーによる、自動起動防御兵器、エンジェルファイアの穴をかいくぐって植民した世界であり、建国者の一人、コンラット・ハーランの娘のダニカが相当として支配する。ダニカは、 自分の支配を固めるために反乱勢力を操り、保護国からの干渉に対抗する。護衛とするために、シを探し蘇らせた、メトのアクスリーが殺され、シは不具合を見せ始めた連れの AI ポート逃げ出す。かつて、シを訓練したクタクのイエーガーは保護国の特殊部隊長、カレラ大佐となっており、シを捕らえる。行方不明だったクーエルクリストが現れ、 次々と建国者たちを殺す。カレーラ大佐は、クーエルクリストに出会う前の若いケシの、バックアップ DHF を違法な二重スリーブとして、蘇らせ、クーエルクリストを追う。ケシと再会したクーエルクリストの内部には、建国者及び人類への復讐を求めるエルダーがいる、ことがわかる。若ケ氏は、クーエルクリストとケシの味方となり、トレップも加わる。 王と友人の AIDIG301 は VR でクーエルクリストからエルダーを除去するが、エルダーは彼ら大佐の中に入り込み、エンジェルファイアーで人類を壊滅させようとする。タケシは彼ら大佐を殺し、エルダーを自分の中に移した後にエンジェルファイアーを制御し、自分をスタック諸とも破壊して人類を救う。クーエルクリストはニードルキャストでそっと宇宙に去る。若タケは ハーランズワールドに残る。ポーは、リグ301によって、再起動させられ、人間の DHF が保存されていることを知る。メインリカーリングメインリカーリング2020年3月19日、3DCG アニメの、オルタードカーボン、リスリーブドがアニマにより制作されて配信された。オルタードカーボン、リスリーブドに関するカテゴリー。ありがとうございます。